全国の競馬ファンの皆様、中京競馬場にご来場の皆様、おはようございます。快晴の中京競馬場です。第1回開催、6日目の朝を迎えています。1レースは3歳未勝利戦、ダートの 1900m、 出走馬は11頭です。1番ダノンプレジャー、今日の馬体重は474キロ、前回のレースとの比較はマイナス10キロ、鞍上は横山和雄騎手、負担重量56キロ。2番テイエムインパクト、532キロマイナス6キロ、川端海斗騎手、53キロ。3番アバンタージュ、502キロ増減なし、酒井隆成騎手、56キロ。4番セイウンカノープス、484キロプラス4キロ、松山光平騎手、56キロ。5番帝王レガシー、500キロ、古川義弘騎手、56キロ。6番タイキクラージュ、472キロプラス4キロ、鮫島勝馬騎手、56キロ。7番タイムトラベラー、464キロマイナス12キロ、小沢大斗騎手、55キロ。8番スタングレネード、490キロマイナス4キロ、角田大河騎手、54キロ。9番エクセルウェッジ、500キロマイナス4キロ、小畑初也騎手、56キロ。10番テイエムスペシャル、478キロプラス2キロ、国分京介騎手、56キロ。11番ワンライトスター、466キロマイナス4キロ、吉田隼人騎手、負担重量56キロでの騎乗です。中京競馬場、芝コースが主、ダートコースはやや重、芝が主、ダートやや重のコンディションで1レースを迎えます。風が緩やかに4コーナー方向から1コーナー方向に流れています。中京1レース3歳未勝利、ダート 1900m、 スタートまでしばらくお待ちください。中京競馬場1レース3歳未勝利、ダートの 1900m、 出走馬は11頭です。天候晴れ、芝重、ダートやや重の中京競馬場第1回開催の6日目です。おととい金曜日の夕方頃から昨日の昼過ぎまで合わせて13ミリの雨を観測した中京競馬場、昨日はダート重のコンディションでしたが、今日は朝からやや重、この季節1月中旬とは思えないぐらいの暖かさです。ゲート入りが終わりました。11頭スタートしました。内枠の2頭好スタート、1番ダノンプレジャー、2番のテイエムインパクト、この2頭が好スタートで2番のテイエムインパクトが手綱を押して出ていきます。その外からは8番のスタングレネード、間5番の帝王レガシー、4番のセイウンカノープスは今日は4番手になりそうです。その後ろ 3,4 馬身が間が空いて、1番のダノンプレジャー、それから6番のタイクラージュは中段を追走、2馬身離れて3番のアバンタージュ、その外から11番のワンライトスターが外上がっていきます。後方グループ10番テイエムスペシャル、あとは7番のタイムトラベラーが後ろから2頭目、最後方から9番のエクセルウェッジ、カーブの急な1コーナーから2コーナーをカーブしていきます。先段の体勢が変わりました。5番の帝王レガシーが先頭に立って体半分のリード、しかし外から一気に追い上げていった3番のアバンタージュ、それから11番のワンライトスターも上がっていって前の様相がまた変わりました。3番のアバンタージュが先頭で、差がなく11番のワンライトスター、内5番の帝王レガシー、先段3頭です。
残り 1000m です。あとは2馬身離れて8番のスタングレネードが単独の4番手、その後ろ5番手4番の星雲カノープス、内からは2番のテイムインパクトが続いて、外6番の大輝クラージュです。その後後方グループは800切りました。 1000m の残りあと800を切ったところです。後方は1番のダノンプレジャー、その外を通って7番のタイムトラベラーが外から上がっていく。後ろの2頭が10番のテイムスペシャルで、最後方から9番のエクセルウェッジです。坂を下りながら600切って3コーナーから4コーナー、3番のアバンタージュ、外11番のワンライトスター、2頭がびっちり並んでいる。外に出して5番のテイオーレガシー、懸命に手綱を押しながら上がってきました。内を狙って4番の星雲カノープス、直線に向きました。あとは5番手の外目、6番の大輝クラージュ、前の各馬に届くかどうか。先頭は3番のアバンタージュ、外から11番のワンライトスターが今度は捉えて先頭に立つか。内3番のアバンタージュ、懸命に粘って200を切りました。あと3番手争いは6番の大輝クラージュ、4番の星雲カノープスの3番手争い。先頭は11番のワンライトスターが体半分、1馬身半前に出ました。3番のアバンタージュ、2番手ワンライトスター、ゴーリン、2番手3番のアバンタージュ、3番手6番の大輝クラージュ、あとは離れました。バックストレッチに入って先行した3番のアバンタージュ、11番ランライトスター、この2頭の追い比べが直線長く続きましたが、坂を上がって残り 100m、 少しずつ後ろを離していった11番のワンライトスター、勝っています。新馬3着から2戦目での初勝利、吉田隼人騎手です。2着は3番のアバンタージュが粘って、3着6番の大輝クラージュ。勝ちタイムは2分2秒7、上がりゴールまでの 800m は53秒1、 600m は39秒3でした。やや重のダートのコンディションですが、上がり 600m は39秒台の決着になりました。中京1レースの3歳未勝利戦、シニスターミニスター3区のワンライトスターが勝っています。3番のアバンタージュが2着、その後ろ3着争い、中段から追い上げた6番の大輝クラージュ、前の2頭には差がありました。今4着まで馬番が灯っています。1着は11番のワンライトスター、吉田隼人騎手は今年の3勝目、2着3番アバンタージュ、3着6番大輝クラージュ、4着4番星雲カノープス、5着争いは写真判定を行います。やや重ダート 1900m 勝ちタイム2分2秒7でした。写真判定の結果の発表、レースの確定までしばらくお待ちください。中京1レース、今ちょうど2頭並んで歩いてますけども、人気の2頭がね、もう 1,2 コーナーから一気に動いていくような展開になりましたね、はい、初戦は出遅れて最後に足を使って3着だったワンライトスター、今日は早めに動いて押し切る競馬をしまして初勝利となりました。2着が3番アバンタージュで、3着6番の大輝クラージュ、小倉に続いて中京も人気順通り、11番3番6番1番人気2番人気3番人気です。単勝11番 2.1 倍、枠連38 4.3 倍、馬連3番11番 3.8 倍、馬単11番3番 6.0 倍、3連複3番6番11番 2.4 倍、3連単11番3番6番 9.5 倍です。確定までお待ちください。